しこいたやつらがまたやってくる。こんなのいつこたないしぼったくりつってもなんぼのんべんだらたたらたた結果的に調子もなし。ああもうやってらんねって感じ。こんなんばっくれちまいたし、まったくもってそうならかろう。ひっくりしっくりやって毎度あり。なんかどんくさいバカがまたやらかして、なんも関係ないはずなのに尻ぬぐい。そんなもんか生きることは楽じゃない。そんなもんさだからこそ楽したい。その前に100やつ以上考えちゃって、順番的に今度こそきっと左足から踏み出す感じ。怖いもんなんて怖いくらいにないよ。本気だなんて冗談じゃないよ。真剣だなんて瞑想もないよ。絶対的にこんな感じ。プライオリティは常時独占さ、プラスマイナスって単純に計算。大概そんなもんなんじゃないか。決めるとこ決めて容赦なし、容赦なし。